というわけで今回は今日から本格的に開催されているオートサロン会場を回ってみたいと思います。いろいろ大変な状況ではあるんですけれども、感染対策しっかりして入場明日される方もいらっしゃると思うんですけど、チェック結構厳重です。僕ら関係者でも40チェックぐらいでされてる感じなんで、もし明日ご来場の予定がある方は事前の準備忘れずにお願いいたします。というわけで今回ちょっといろんな車が出てるみたいなんで回っていきたいと思います。で早速僕ちょっと気になるところダッシュで行きたいと思うんですけど、行きましょう。到着いたしました。はい、まさかのボンドブースの隣のこちらスバルさんのブースですね。非常に大きいブースなんですけど、 ERA コンセプトっていうのでエレクトリックレコードアテンプト、6分40秒を目指して作られた車です。なんと馬力がびっくり1088馬力というとてつもない車、今回結構ニュースなんかにもなってて非常に注目の一台ですね。これがなんとボンドブースの隣にあるんで、明日ご来場される方はぜひ見てみてください。で一応、来場自体はなんか5万人になんか絞られてるみたいなんで、まあ、例年よりかはかなり人数ちょっと少ない感じなんですけれども、それでも各社いろんな車が出ていろいろ動画撮ったりとか写真撮られてる方も多い感じですね。でボンドブースの前にはこんな感じでデカロさんが出展しております。車もグレーで全部揃えてあるのかな。あ、これあれですね、ドルトさんのデモカーじゃないかな。レイズ入ってシャボタンになってて、これ表の生地カバンなんですが、トーレのウルトラスウェードを使ったシュニッツァーのウィングがついてた。まだ発売予定がなくて特別展示品になっています。リアはアクラポのその商品、エアロパーツとマフラーが多分これセットじゃないかな。そちらの車両の中も覗いてみてください。 RMS もうめちゃくちゃ世界中で人気の、あとこの辺が本格的についてる車が最近増えてきたかなっていう感じですよね。でこのシルエットでめちゃくちゃこうフィッティングがいいっていうか、タイトじゃないんですよね。僕もこれ座ったことあるんですけど、だスポーツシートじゃないんですよね。だからリクライニングしないんでそこだけですよね、はい、ああなるほど、取り付けでこう角度調整すれば、まあ、いろんな車にベストポジションで付けられるんじゃないかなっていう。だこのシルエットなんで僕結構 EV とかハイブリッドなんかにもいいんじゃないかなっていう。最近まあいろいろシートついてるんで付けるの多分大変だと思うんですけど、こんなのが展示されてます。ちょっと本当にガチでアポなしで行ってみたいと思います。ちなみに僕今日この格好なんですけど、昨日スーツを着て朝みんなで集合したら社長の一言目が、お前なんでスーツなんだっていう、せっかく新調したのに。だから3日間意地でもスーツ着ようと思ったんですけど、もう社長の中での認識も僕の清掃これなんだなっていうことで、今回ちょっと改めてこの清掃で来ました。はい、そしてこちらはアニジャさんのブースみたいです。すごい車が、あ、こっちもあれなんだね、 Z900RS なんだね。へー、外装を全部ちょっとレトロな外装にして、もう車より先にバイクに食いつくっていう。ちょっと車動画撮らせてもらってもいいですか。あのボンドです。いつもお世話になっております。車すごいっすね、はいはい、これホイールはあれですか、ワンオフ。あ、そうなんですか、はい、若干 A に見えるのは気のせいですか、たまたまなんですか。スポークがなんかこうアルファベットの A っぽく見える。そういう風にこれからしましょう。あ、そうですか。僕そうかなと思って一瞬見ちゃったんですけど、はい、これすごいっすね、削りも。センターキャップ自体はアニチャでうちはやってるんで、はい、今オリジナルで作ってるのは全部あのセンターキャップつけて、でかとお客さんからデザインを聞きながら、あとうちの雇用プラスアルファ要素入れてっていう感じで。じゃあデザインから結構ワンオフできちゃう感じ。そうですね、はい、でもちろんいろんな車に対応できるわけです。そうですね、はい、じゃあぜひスーパーカー、ハイパーカー、はい、どっちかというとハイパーカーですかね。ハイパーカーも最近より多く扱ってきてるので、まあ、ただ車全般、なるほど、うちはもうオールマイティで対応できるようにやって心がけてますけど、じゃあ気になる方はぜひアニダさんに、ぜひぜひ、はい、まあ、ボードさん経由でもいいですけど、そうですね、できればうち経由してもらうとなおいいかなと思います、はい、ありがとうございます。はい、いいです。ここから全部つながってるってこと。あ、そういうことなんだ。シリアルナンバーが入ってて、375台分の365台目、はい、だいぶ最終ロットの方なんで、あとボンネット のカーボンのダクトのところって結構みんな白にするのが多いんですけど、はいはいはい、結構抜けてる P1 は多分すごい少ないんです、はい、色を
塗り分けしてるのは。最近 P1 風ボンネットあるじゃないですか。あ、ありますね。それどうなってるのかなって気になっちゃったんですけど、ああいう風になってるんですね。開けますか。あ、いいっすか。なんとこのハイパーカーのボンネットを開けていただけるということで、どうなってたよね。トランクじゃないわけでしょ。今見たらこうラジエーターのコアがあったんで、そういうことなのかな。わあ、奥縁のボンネットが、え、こんなんなってんすか、やばすごい。あ、一応でもトランクとして使えるんですね。そうですね、だからこっちから入った、へえ、このファンの風をちゃんとしてくれますよ。やば、これ全部こっちまでカーボンなんですね。へえ、すごい。とてつもない人だかりが今ちょうど車じゃないような気がしないでもないですけど、いや、ありがとうございます。またよろしくお願いします。すごいの見せてもらっちゃいました、はい、そしてこっちも結構スーパーカーがいろいろで、噂によるとボンド取扱い商品の輸入元を務めさせていただいている BC フォージドを履いている車両があったりとか、これオートベローチェさんの車ですね。ウラカンとアベンタ、こっちはハイパーフォージドさん、ボンドでもすごく人気の鍛造。これブレーキのクリアランスやばいね、これ、すごい。これラッピング？ラッピングだね。動画撮るとか言って完全にもう個人の、 あの趣味で回るオートサロンになってますけど、これもいいね、このライトのところの。珍しい気がするけど、ブリングでかっ、これいかついね。社長いつもお世話になっております。あ、どうも。ちょっと歌ってもらっていいですか。今回は TT、 今回は TT を持ってきました、はい、今回どんな感じの、いいですか、いきなり動画撮っちゃったんですけど、あ、どうぞどうぞ、はい、どんな感じの。今回は、はい、まあ、APR のステージ 3TT700 で、はい、604馬力にして。そんな出てんすか。で特に、はい、これ見えないんですけど、はい、足回りとか、はい、駆動系にすごいギミック入れてて、でウェブトラックっていうアメリカのデフ、まだ新しいんですけど。あ、そうなんすか。そう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 、そこのデフを入れてます。アイロムのパーツはついてないんですか。アイロムのパーツはマフラー。あ、マフラーが、はい、はい、J ファクトリーさんのブランド、アイロムのアイロム、この間使っていただいたり、はい、あ、本当ですか、ええ、これすごいですね、ホイールも。ホイールね、あのブラシポリッシュかけたんですか。 T37 をまず特注したんですよ、はい、10J18 で、はあ、それでなおかつニュートレールの古橋くんにお願いして、まあ、アメリカ送ってもらって、はい、バフがけして。アメリカでこれポリッシュかけたんですか。はい、で戻ってきて、はい、それでこれ生なんですよ、はい、クリア吹いてないんですよ。クリア吹いてない。毎朝森くんがアダムスポリッシュで磨いてます。マジっすか。はい、アダムスポリッシュで磨くとこれです。すごっ。しかもこれダスト出ないパッドじゃないですもんね。もちろん、もちろん、あのレーシングパッドですド M な方におすすめの仕様ですね。ド M な方のレースパッドですね。めちゃめちゃお金かかってますね、はい。つくばで、はい、1分フラット出してます。で今年は58秒狙っていくんで、はい、ついに1分切りの領域に1分切りいきます、はい。TT が突然するわけです、ね、内装付き、エアコン付き。あ、そっか。そうそうそう、ドンガラとかじゃないんですね。乗用車です。で58秒狙ってるんで、はあ、頑張ります今年は。ちょっと見届けさせていただきます。よろしくお願いします、はい、ありがとうございます。ありがとうございました。こっちの TT もなんかやばいことになってますけど、そしてあとはこちらファーストさんが AMGGT を2台出して、皆様足元をご覧ください。やってまいりました BC フォージド。こんなワイドボディでもこうオフセット幅オーダーできるんでバッチリ履けちゃうという。そしてこれラッピングかな、ちょっとティファニーブルーみたいな感じでラッピングされてる。そしてこっちも、こちらご覧ください。こちらも BC フォージド装着されてございます。ちょっとデザイン違い、サイズはでも同じぐらいかな。
タイヤもカップ2履いて、いかつ。そしてこちらは支店で特に大阪店だったりだとか、はい、よく取り付けされているリープデザインさんのウルス、これラッピングで真っ黒黒になってる。そしてホイールもやってまいりました。 BC フォージド、ありがとうございます。これ中もすごいね、青と黒のコンビのシート。そしてあとはこのベッドは水のやつ。あ、そうなんだ、限定車、はい、あ、だから水のあれが入ってる。てか初めて見た、あそこに入ってんだね。あとドリンクホルダーもね、それあれなんていうの、リープデザインさんのアベンタドール、ドリンクホルダーない問題が解決できる商品、はい、あ、いつもお世話になっております。はい、特に大阪店がいつもお世話になってますけど、そうですね、昨日岡さんとか来てましたね、はい、あ、そうそうそう、はい、今日ちょっとなんか納車があるとかって言って帰りました昨日、はい、はい、また引き続きよろしくお願いします。いい、ありがとうございます。ゲレンデ、このボンネットすごいね。あ、これバルドさんのなんだ、すごい。これもアドオンのタイプか。そうだね、マットに塗ってつけてる、はあ、これやばいね。どうも、こんにちは。あ、お世話になっております。いやいや、いつもお世話になっております、はい、これすごいっすね。そうですね、はあ、なかなかでもバルドさんのいいですよね。そうですね、うん、あの本当はやっぱりブラバスとかすごいいいの分かるんですけどね、ただ価格のこう設定とか考えるとバルドさんのものは、まあ、あの価格から考えるとかなりいいんじゃないかと。フィッティングもすごくいいですよね、はい、そうですね、インパクトありますし、はい、あとはやっぱりホイールは好みが結構あると思うんで、はいはい、今回はその TWS さんの、なるほど、はい、まあ、この辺はいろいろ好みに応じて入れてもらうとなおいいんじゃないか、ね、はい、ゲレンデ結構楽しめると思いますからね、今盛り上がってますしね。そうですね、ありがとうございます。いい、ありがとうございます、よろしくお願いします。ランクル300がなんかもうめちゃめちゃ盛り上がってる感じ、このホールだけじゃなくていろんなところにやっぱりランクル、なんか噂じゃなんかマックス5年待ちとか、もうモデルチェンジ、マイナーチェンジしちゃうよっていうぐらいの大きな買いらしいんで、非常に注目の高い車じゃないでしょうか。お世話になります。あれ社長いらっしゃらないですか今。あ、本当ですか、じゃあまた来ます。はい、よろしくお願いします。 BBS 行こうよ。 F1 が、あ、そう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 、純正 F1 に純正供給されることになったでしょう。何年ぶりだ、全然 F1 疎いんで分かんないですけど、はい、ご存知の方いたらコメントいただけると助かります、はい、で結構今海外の有名なショップとかアメダンだけじゃなくて結構 BBS の LM 履いたりなんかっていうのもいろんなインスタとか SNS 出てるみたいなんで、まあ、世界中からまた注目されてる感じじゃないでしょうか。何年か前にあのぐしゃぐしゃになった多分クラッシュしたホイールが展示してあったんですけど、それが見たかったんですけどないですね。ホイールぐしゃぐしゃになってるのにスポークが折れてないっていう、とんでもないこう強度はやっぱり世界中で認知されてる、さすがでございます。あとはトムスさんが早速86をコンプリートにして展示してるみたいです、はい、いやいいですね。あ、お姉ちゃんじゃないですよ、嘘です、お姉ちゃんです。マット・ワトソン絶賛してたよね、これ。あとはちょっと乗ってみたい、機会があったら。あ、こういう感じなんだね、トヨタ。ちょっと明日来られる方の参考にもなると思うんで、ちょっとこれ並べなくね。やばい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 、これは諦めましょう、はい、ずっと向こうまで行って折り返してきてっていう感じみたいです。ちょっとあの東京モーターショーで NSX 見た時思い出しました。あれもなんかこうめちゃくちゃ列になってて10秒ぐらいしか見れないみたいな、開催記念ドミカお買い求めの方は QR コードより事前決済お願いします。いやちょっと720欲しいな、ちょっと仕事なんで諦めます。770円じゃないんだ。いやちょっと諦めます。これさ、でもオートサロンって冷静に考えたらすごいよね。だってさっき あの元禄さんのブースも普通に街で遭遇したら振り返る車なのに、あのこっちはこっちで囲われてないところにカリナンが、しかも俺やろ
普通だったら囲われて入れない。これも単造履いててでかダガーコーポレーションもいろいろパーツを開発しているディフェンダーが、はい、え、カーボンフードなのこれ、あれこのホイールなんかどっかで見たことある、見たことある、あれこれラガーコーポレーションのホイールですね、ありがとうございますございます、あのボンドです、中入って撮ったりとかってダメですか、いいですか、ありがとうございます、あのこちら SNS チェックしてる方だとご存知の通りもう超有名人の、はい、お車みたいです、あんまり多分言っちゃダメ、 YouTube もめっちゃ見てるから、これがなんか多分加工してるやつじゃないかな、すごい、これもすごいよね、こうボディフルカーボンとかってこう狭小とか時々おーって感じだけど、これに至ってはもうホイールもこれ貼ってあんの？もう私には分かりません。カーボンホイールじゃないのかな？すごっ。だって大事だよ。アベンター純正で幅が2メートルでしょ。これいくつになってるんですかっていう。これすごいね。で全部買うかな、これはあの制作過程僕あの YouTube で見させてもらいました、ここの加工跡を見たいなと思ったんですけど、私には分かりません、動画で見たんですけどなんか急行の穴の位置が違ったとかって言って、分かりますかね、それあこういうことっすか、やばえこれどうなってんすか、うっすら、そうですね、なので結局同じそのカーボン の、はい、あの生地を、はい、まあ、要はこの同じ、まあ、円形に切り抜いて、はい、それを、まあ、はめてやってると、いや動画であの僕全部見させてもらったんですけど、はい、加工したところなんかふわっとこう飛ばされてたんでめちゃめちゃ見たかったんですけど、ありがとうございます、すごいっすねこれ、まあ、よく見ると分かっちゃうんですよね、だからいやでも説明受けるまで分かんなかったっすだここごと作り直したのかなと思ったんですけど、すごい、確かに光の加減で本当にわずかに輪郭が、ちょっとまあ目だけ合わせて、はい、まあ、やって、はあ、やば、これすごいっすね、輸入車以外もお伝えいたします、こちら僕あの搬入の時に隣にこれ搬入で並んでてご覧ください、2000GT にしか見えないんですけど、なんと 3000GT という、これめちゃくちゃ精巧な 2000GT のレプリカ、なんかホームページ見たら 2000GT の、開発の時に携わってたテストドライバーかなんかのこと方監修でなんかいろいろやってあるみたいです、でエンジンがなんか3リッタートヨタの3リッターの 1J かなんか積み替えてて、中とかもめちゃくちゃ精巧に作られてるみたいです、これすごいよね、あのブラバスクラシック行ってちょっとあの 0km とか見てきたけど、なんか同じノリというか空気を感じる、全部もう確かボディとかも全部フルでレプリカとしてやってるみたいです、あ、多分こっちもそうです、内装がこれ 32GTR の内装なんで、まあ、最新とは言わないですけど新しめの中身で外装がもう当時の外装っていう、これだからもうどんどん BM とかメルセデスとかそういう方向が出てくる気がします、結構オートサロンだとおなじみだと思うんですけど、自動車学校もいろいろ
出展されてるみたいです。やっぱり学生パワー、ちょっと車どんなのか見ていきたいと思います。すいません突然行けますか、はい、ちょっとこの車を紹介してもらいたいと思います、はいはい、これちょっと僕も聞いちゃったんですけど、はい、なんかすごい仕様になってるみたいで。あ、まあ、そうそうですね、はい、トヨタの IQ をベースに、GR ヤリスをスワップしてリアにあの川崎の ZX-10R っていう 1400cc のバイクエンジン積ませていただきました。簡単に言ってますけど全然簡単じゃないですよねこれ。そうですね、はい、相当なんかもう幅とかも、はい、多分 IQ とだってヤリスだいぶ違いますよね。あ、全然違います。どっちかというと長さが違う。あ、長さの方が問題なんですか。そうですね、あのもう前後のフェンダーも前で言ったらフェンダー、ボンネット、バンパーを全部ギュッて短くしててサイドもステップビュッて短くして、はい、リアは完全にワンオフで作らせてもらって、あのできるだけ GR ヤリスの形状になるように。あ、なるほど。もう本当見た目ほんと GR ヤリスのちっちゃい版っていう。確かに。これ全部加工ですか。じゃあ全部加工ですこれじゃあ全部この塗るのとかも全部それで。そうですね、塗りから溶接から全部やって。一番大変だったところとかってどこですか。やっぱりエンジンとか。一番大変なのは短縮と、やっぱエンジンの位置出しがチェーン駆動になってるんで。え、これチェーン駆動なんですか。チェーン駆動です、ね、ちょっと紹介してもらってもいいですか。なんとびっくり、チェーン駆動らしいです。なんか海外の YouTuber で、はい、スマートに川崎のエンジン乗せたやつとか。あ、そうですね、はやぶさか。最近結構流行ってるっていうか、はい、流行ってるんですかね。流行ってるからそれに今影響された感はあるんですもうあの完全にノリだなっていう。そうですね、はい、これじゃあもうエンジンの位置出しもこのフレームというか、はい、溶接マウントも。そうですね、全部溶接でワンオフですね。すごい。マフラーもですよね当然。マフラーもそうですね。駅マニからすか。はい、駅マニからですか。あ、駅マニも作りです、ね、そうっすよね、はい、普通だってこう下に出るところをひっくり返しで上に出してきて半分に分けてる。そうですね、下にも出したかったんですけど、はい、ちょっと取り回し的に厳しくて、あ、こっちでもインパクトあっていいんじゃないかなってまさかのここから排気っていう。すごい。これチェーン駆動ってどうなってるんですか。一応バイクのあのスプロケットから、はい、1回中間に1個スプロケットがあって、そこからデフにスプロケット溶接して。これやばい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 これやばいっすね。そうですね、はあ、あ、そっか、だからシフトもそのまま。シーケンシャルになってます。ドグのシーケンシャル、はい、そのまんまっていう。あ、これじゃあバックできないんですか。バックは今ちょっとできないですねすごっ。これやっぱりこう授業で作って楽しいっすよね、はい、めちゃくちゃ楽しいですよね最初、はい、IQ ってなった時はあーってなったんですけど。それってどうやって決まるんですか。あ、もう一人一人なんかこういう案どうこういう案どうって出して、これがいいかなってなったので、みんな。あ、だんだん作っていくともやっぱ、あ、かっこいいなって。これはちょっと青春っすね。いや、ちょっと僕も参加したいぐらいっすすごい。これ本当ヤリスに見えるっすよね一瞬。いや、本当嬉しいですね。だからみんな結構多分逆にパッと見通りすがっちゃうっていうパターンが多い。これちょっと本当に完成度が高いんで。ありがとうございます。すごいです。ありがとうございます。ありがとうございます。ガチでクールレーシングさん突撃したいと思います。ちょっと今日ブース撮影させてもらってもいいですか。あ、どうぞどうぞ、はい、そのまま何だったら動画も回ってるんですけど。あ、そうなんですか。回ってたんですか。はい。ボンドチャンネル見てますよ。僕も見てます、はい、作ってるこのすごいっすよね動画のこう規模感が。え、そうっすか、はい、ドラッグレースっていうか、04ね、04屋のやつとか、もうなんかもう規模がちょっとうちのちょっとストリート感からいくと、いやいや、もうちょっと規模が違いすぎてちょっと若干引いてるんですけど。そんなことそんなまた車が全然違いますよね、ボンドさんとね、はい、あれって結構撮影こうカメラの台数とかも僕編集もやるんで数えちゃうんですよね。すげえ台数カメラ回してんなとか。そうですね、そっち視点でも見ちゃうんですよね。あとドローンも飛ばしますんで、各1台ついてて外からも撮っててドローンも飛ばしてて。そうですね、ちょっとその規模感に引いてます。いやいやいや、でまあ、15台ぐらい持ってくんで、なかなかね、運ぶのもちょっと大変でっていう感じですけど。1台イベントっすよね。1台イベントです、はい、でほとんどカスタムの紹介をして走るのは一瞬みたいな
すごいです、はい、もう恐れ入りました。いえいえいえ、今回もすごいですね、出店台数と。そうですね、そうですね、向こうまで含めて、はい、15台か出させてもらって、特に新しい86なんかも早速そうそうワイドボディで。そうですね、はい、もう今年はこれがやっぱ旬かなと。時々拝見させていただいてます。あ、そうなんです、制作のやつを。はい、ありがとうございます。ちょっとあのボンドでも取り扱いますんで。あ、はい、ありがとうございます。ぜひあのボンド経由で、はい、あのクールレーシングファンのパンツ、はい、はい、ご注文いただけると喜びます。もう嬉しいですね、はい、はいはい、お願いします。ありがとうございます、はい、いえいえいえ、すいません突然。とんでもないです、はい、こちらはワーゲンブースター、僕とカメラマンで二度見したこちら8の GTI のなんとエッティンガーの、これもうディーラーでこれ販売って反則じゃない。なんとついにディーラーでチューナーコンプリートみたいな車が、そしてノーマルの GTI もしっかり展示されてます。そしてやば、私はこちらノビテック、私を解放するスパンシャランさんのブースでございます。全部コンプリートかな、ノビテックの。これやばいね、これ純正色でしょ、しかもエンジンまでやったって、なんと純正600馬力から700馬力までトルク1000ニュートンでもう G800 と同じノリじゃん。え、0秒4秒なのこれ、わっ。あ、しかもファントムもある、ファントムもエンジンチューンされてて685馬力こっちも4秒台っていう、これやばいね。そして奥には SF90 と N ラルゴ、ちょっとまだあの僕の勝手なイメージとしては F8 のコテコテのやつってまだあんまり見かけないんで、今やったらかなり目立つんじゃないかなと。ちょっと SF90 はバッテリー問題があるんで、みんなあの触る人はドキドキらしいですけど、ちょっとこれもいろいろカスタマイズした車見たいと思います。これリアやばいね、ホイール。幅もこれいくつになってんだろうね。さあ、こちらは日本自動車大学校さん、通称ナッツさん。うちの社員でも卒業生が確か何人かいるかと思います。で、今回ホイールを協賛させていただきました。ちょっと見ていきたいと思います。なんとロティフォームエアロディスコ、ちょっとこれ勝手にボンドステッカー貼ってっていいですかね。こちらも学生の方が授業の一環で多分作った車、なんかもう多分勉強っていう意味はあるんですけど、学生パワーで原型をとどめていない。すごいね、センチュリーのリムジンとかもあれ制作過程の写真見たけど、すごいよこれも。これね、中やばい、ボロボロなのが外装だけじゃなくて、中もわざとなのかたまたまなのかボロボロっていう。しかもダッシュボード見ると紛れもなくジムに。これ俺ちょっと作って通勤で使おうかな。 ちびっこに手振ってもらえそうな。これちょっと車検場に乗り付けて、ちょっと検査員の困った顔もちょっと見てみたい。こちらはスーパーオートバックス ARTA さんのブースみたいです。なんか今回の目玉はこの新型 NSX、 これをコンプリートスーパー GT 参戦してるんで、多分それに培ったテクノロジーを注入したこちらの NSX を5台限定でなんか販売するそうです。ブースめちゃかっこいいね。ボンドでもなんかやった方がいいんじゃない？ F8 をボンドでコンプリートして販売みたいな、5台限定みたいな、内山雄二エディションみたいな。これ内装やばいね。なんかもうコンプリートカーみたいじゃん、マンスリーの。
モンツァ SP2、もはや私の知識では追いつきません。詳しい方はコメントをお願いいたします。え、これ漏れなく全部テーラーメイドになるの？そんなことない。全部テーラーメイド。あ、そうなんだ。この SF90 もやばいね。いやー、私ちょっとすごい車見てますけど、職権乱用で実は最終日もお楽しみがあるんです。私搬出いたしますので、この数々の車のエンジン音が聞けるという。実はボンドグループのオリジナル低ダストパッドはプロジェクトミューさんに作ってもらったりします。まあ、マザイの配合からその貼り付けまで全部できる会社なんで、まあ、かなり信頼して、やっぱりブレーキパッドしっかりしたものをお勧めしたいと思いますので、そんなのやってもらってたりします。結構ね、ラインナップもマザイいろいろパターンがあるみたいで、なんかブレーキに関してはなんか高いのがいいっていう感じじゃなくて、制動力とかその初期制動、フェード制なんかいろいろパッドによってキャラクターが違うんで、温まんないと効かないとか結構ね、レーシングパッドなんかあったりしますけど、まあ、ストリートにそれを落とし込んでもらって、まあ、オリジナルのものをやってると。というわけで、あの今ディフェンダーのオリジナルパッドだったりだとか、あと223の低ダストパッドなんかもプロジェクションミューさんバックアップのもと今絶賛販売中ですんで、ぜひ気になる方は低ダストのタイプですね、お問い合わせください。さあ、こちらルノージャポンさんのブースでございます。あのつい先日東京店の車両紹介で撮らせていただいたアルピーヌ110、これねめっちゃ楽しい車でした。そして実はルノージャポンさんのディーラーオプションのホイールボンドグループは供給させていただいたりしております。今ちょうど私パニックになっております。なんとあの超有名人のラーマン山田さんに遭遇いたしまして、いつも見ております。え、はい、見てんの？見てます。わ、はい、はい、かんないでしょ。いやいや、もうすぐ分かりました。あれって今まで帽子をあんまりこう被ったことないんだけど、あ、うん、確かに、まあ、今回帽子を、はい、うん、なんとかイメージを変えようかなと。あ、もう僕一番好きなのはあのちょっとあのあんまり良くないあれなんであれなんですけど、人体実験、人体実験シリーズも大好きですし、ああの矢田部のクラッシュをしたやつとかも何回見ましたし、あれはやばかったよねもう正直もう本当に運よく生きてたって感じですよね。ちょうど300キロで転がったんで、で一番好きなのはあの NSX 乗ってクラクション鳴らして、なんだこれっつって、 あれももう何回見たか分かんないぐらい、そうそう、はい、懐かしいね。いやー、もうちょっと感激しそう、もう本当にパニックになって、うん、もう本当に名刺入れがどこにあるか探しちゃったぐらいなんで。え、はい、で何やってんだったっけ？あの YouTube を、はい、YouTube やってんの？やらしてもらってます。これも今、あ、本当ですか？始めたのよこれ。あ、本当ですか？うん、どっかアップされてるんですか？ YouTube つ、いや、まだアップしてないんだけど、とりあえずネタだけこうね、はい、貯めてって、うん、そう、今回の落とさなんで、そう、いろんな面白い、まあ俺だからやれるようなこういろんなところで突っ込んで、はいはい、いろんな人をこう紹介したりとかドライバーから何も生きろうかなと、はい、いや、じゃあ皆さんぜひ見てみましょう。そうですね、はい、本当にありがとうございます。はい、続いて橋本コーポレーションさんブースに来てみました。もう橋本コーポレーションさんといったらもうカーベ、はい、まあ、この V3、はい、バージョン3が一番スタンダードで売れ筋の商品です、ね、伸び縮み両方調整できるやつですよ ね、 すね、ストリートののみの方は、はい、これがおすすめ。これ分かりやすくていいですよね。固定と伸び側と伸び縮みとということで。最近ちょっと名前の呼び方も変わって、はい、あのスポーツとかレーシングの方も V3、V4 っていう名前がベースに変わってたので。あ、そうなんですね。それぞれ V3 のストリートで V3 のクラブスポーツ、はい、ちょっと名前が変わってまだホームページとか間に合ってないんですけど。欧州車の車庫長といえば川辺さんなんで。そうです、ちょっとたくさん宣伝したいと思います、はい、で注文はあのボンド経由で、はい、全部入れていただけると嬉しいです、はい、今ちょっとローハンさんのブースに突撃したんですけど、なんと代表の伊沢さんが紹介してくれるということでお願いいたします。これすごいですよね。ありがとうございます。これあの動画でも僕ちょっと拝見させてもらったんですけど、はい、もうこの工程の多さ、工程めちゃくちゃ多いですよ。ですよね。一番下にグラインダーで、でキャンディーレッドで、でゴーストで、で1回クリアで抑えて、でグラフィック入れて、でキャンディーレッドで、でまだキャンディーゴーストですね。でクリアで段消しして仕上げていく。もう覚えられません
だゴーストっていうのがこの光当てないと出てこないやつですよね。そうそうそう。だから結構今照明当たってるんでこのグラフィックが鮮やかにバーって出てますけど、これ照明消すと割と黒に近いんですか。照明消したら薄い赤黒い感じで、はい、あこういうとことかこうグラデーションになってこうグラインダーの跡が出てくるんですよ。そうそう、こう強い光が入ったら下のグラインダーになる。これすごいっすよね。で弱い光だとこうグラフィックが出てくる。でこのグラフィックもあのマスキングテープがシャッて剥がしても大丈夫っていう、そうなんです、はい、まさにその動画をつい 2,3 日前に見ました。そうそう、それめちゃくちゃ回ってて、ね、はい、あの SNS すごい。これだって全部マスキングでだってデザインしてですよね。順番に塗って剥がして塗って剥がしてって。でこれがもう全面という、でそんな車がこっちにもあっちにも、はい、そして奥には電動入りのもういっぱいも毎年めちゃめちゃ目立ってるローハンさんのブースでございます。見たことがある車が発見いたしました。ルーフ、東京店のブログにも何回か登場したことがある。これ超綺麗だよね。ルーフ純正じゃなくて HRE、 あとはなんと存在しない高機種になってるといううちのボンドボディの方で加工させていただいた高機テール、これもう自然すぎて、あルーフ後期だみたいな、そんなノリですけども、存在しないんだよね。存在しない後期の RT になってるというとんでもない車が。というわけで今回はちょっと会場をぐるっと回ってみました。全然回りきれなかった感じなんですけれども、他にもいろんなたくさん楽しそうな車あると思いますので、明日日曜日ちょっと終了の時間は早いんですけれどもやってますので、ぜひボンドブースにお立ち寄りください。というわけでボンドチャンネルのチャンネル登録もよろしくお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。Came from the trenches, they ain't showing us no love. Dagging in the city, all we wanted was a hug, yeah. We on the block like every night to catch a buzz. Get the cash and tell my family out the hood, that's a must. Was a hood baby with no soldiers. Bad past never left my mind, it's taking over. Knew I should've died, that's why it's hard to stay sober. Glad to see the sun, but my